平鈴木は、鈴木木鈴木か鈴木族に属する魚類。日本、朝鮮半島南部沿岸部、チェジュ島大高が高く、副木起点での大高は、体長の26.7から31.1%。体型は、東部から小柄にかけてが和変する。オツカ部も高い上に短く、小柄町は、小柄高の160から200%。 頭部はクラー色で、躯体背面や、小柄の上縁はクラー色。躯体部では、背面から側線周辺にかけて単色になり、背面を除いて、銀白色。下顎のウルコー列は発達し、隣接したり重なり合う個体もいる。背びれ難情数14から16。おひれ公園にはわずかに切れ込みが入る。尾ひれは、灰色、外縁が、安灰色で、おひれ基部が、 黄色みを帯びる個体もいる。平鈴木ずき2018.94鹿島港口は大型で、上顎の後端が交際の公園付近に達するかより後方にある。糞は体長と比較して大型で、糞端から眼下までの長さは体長の9.4から10.6%。全長20センチメートル未満の個体は背面がオリーブ色の個体が多いが、頭部が暗青緑色。 躯体背面が暗青色、小柄が暗緑青色の個体もいる。体側面の反転はより小型で、成長に伴い完全に消失すると考えられている。種子島の川口から 1km 上流で幼魚が発見された例があることから、幼魚は淡水域に侵入することが示唆され、薬島の河川で捕獲例や発見例から、生魚も淡水域に侵入すると推定されている。 鈴木との川口域での競合は、地域差があると推定され、和歌山県の鴨川河口域ではほぼ鈴木が、伊豆半島の伊能沢河河口域は、本種が多く採集され、薬島では本種のみ分布するという報告例もある。ありがとうございます。